あなたの力見極めさせてもらいます。ここでいいんですか？いってらっしゃいませ。おはようございます。はい、おはようございます。素晴らしい挨拶ですね。気持ちが晴れやかになります。そうでしょう、そうでしょう。挨拶は心のオアシスです。本当にその通りですね。これは面白い遊技場ですね。この人は確か、うん、生真面目で説教臭いって噂の要注意人物だよ。どうしよう、早く帰ってほしいな。ご主人、ここは何という名前の遊技場なのですか？お客様、ここは遊戯施設ではなく技術工房です。機械ばかりのすごくデリケートなところだから遊ぶなんてとんでもないよ。です。月額で利用できる通信装置や防衛用の機械人形なんかを開発してるです。なんと、機械人形を作ることができるのですか？それがあれば365日霊夢がサボらないよう監視し続けることができる。素晴らしいですね。うわぁ、ぜひ作っていただきたいのですが、あいにく今は持ち合わせがありません。後日改めて伺いますね。どうしよう、興味を持たれちゃったよ。よ、弱ったな。今のうちに GPS を取り付けておく。半径1キロ以内にターゲットが近づいてきたら臨時休業にしよう。それだ。これはこれは、人里の商店にも勝るとも劣らない品揃えですね。いらっしゃい、ようこそ丹沢屋へ。日用品から食料品まで幅広く取り揃えておるぞ。この店は食料品も扱っているのですね。ご主人、何ですかこのおはぎは。匂いや光沢具合から言って出来損ないではありませんか。そんな、それは監修堂から仕入れたもので。こんなものは本物のおはぎとは言えません。ましてやそれで金銭を受け取ろうとするなど言語道断です。待て、それはひどい言いがかりじゃぞ。わかりました、ならば証明してみせましょう。1週間待ってください。本物のおはぎというものをご覧に入れましょう。いや、待たんし。お主はもう来なくていいぞ。これはなかなかに素晴らしい薬のようですね。当然です。なんたって矢心印の飛躍ですから。それで
どのような薬をお求めですか？いえ、薬を買いに来たわけではないのです。あなたに近づくと、私の刺激している動物たちが少しざわつくのですが、何かご存知ありませんか？あ、失礼。ウルトラソニック眠り猫の電源をつけたままでした。何ですか？そのウルトラなんちゃら猫というのは。簡単に言うと、ネズミが嫌がる波長を出してくれる置物です。人里でネズミの被害が増えた時に大活躍したんですよ。ネズミくらい私に言えばちゃんとしつけてあげるのに。これはこれは立派な宿屋ですね。私はこの里を最高の観光地にしたいと思っている。やはりいい観光地にはいい宿が必要だからな。里のみんなに協力してもらって最高の宿を作ったんだよ。皆さんで建てたんですか？私はいつも動物たちにお願いしているので、そういう経験はありませんが、きっと楽しいんでしょうね。動物たちにお願いしているというのも実に興味深いな。正直全く想像がつかないぞ。ええ、私の動物たちなら一晩でやってくれますよ。平然と言っているが、それって相当な重労働だと思うぞ。動物たちにとってはかなりブラックな労働環境なんじゃ。これも修行の一環なのですよ。いや、余計にひどい話だと思うぞ。その右手、なんだかとっても役いわ。ちょっと見せてくれない？あいにくそういうのは自分で何とかできますので。あら、そう、それは残念。本当に役いのは次々と異変に巻き込まれる霊夢の方よね。いらっしゃいませ。ようこそスイーツショップ監修堂へ。まさか、こんな妖怪だらけの里にスイーツショップがあるとは思いませんでしたよ。甘いもの好きに種族の国境はございません。妖怪だろうと人間だろうと仙人だろうと、あなた様はもしや、アドバイス一つでその甘味店を瞬く間に繁盛させるという伝説のスイーツショップ再建人、茨城ダブル Z 様ではございませんか？静かに。世俗では正体を隠しています。あ、失礼しました。あの、茨城ダブル Z 様、ここで会ったのも何かの縁、ぜひ相談に乗っていただけないでしょうか？いいでしょう、話してみてください。
実は最近お客さんの入りがあまり良くなくってさ、その原因がわからなくて困っているんだ。材料は最高級のものを使っているし、美味しくないはずがないんだけどな。なるほど、だいたいわかりました。もうわかったんですか？ここは妖怪の里です。必然的に妖怪のお客が多くなります。にもかかわらず、ここのスイーツは人間の舌に合わせた味付けがされているのです。人間に合わせた味付けでは妖怪の口に合わないのは当然です。このままではますますお客は離れていくでしょう。そんな私たちは一体どうしたら。答えは簡単です。妖怪の舌に合わせたスイーツを作ればいいのですよ。妖怪の舌に合わせたスイーツ？ズバリ、血を使ったスイーツを作るのです。え？血を？血液を使うの？そんなスイーツ見たことも聞いたこともありませんよ。だからこそです。他では味わえない、ここでしか味わえないということに意味があるのです。あ、はあ。ここにレシピを書いておきました。鳩の血抜きは難しいので、それなりに鍛錬が必要です。本当はシェイエンがあればよかったのですが、あいにく幻想郷では手に入りませんからね。どうせ似たり寄ったりなので、春雨で代用するといいでしょう。こんなレシピで本当に大丈夫なんですか？質問は一切許しません。さっきは答えてたじゃん。それはあくまで基本のレシピです。あとは自分たちで創意工夫してみてください。では私はこれで失礼しますね。このレシピで本当に大丈夫なのかしら。今のままじゃ遅かれ早かれこの店は終わりなんだ。ならこのスイーツで勝負するしかないよ。そうね、やってみましょうか。ようこそカッパの技術工房カッパワインへ。どこに行くんですか？ここでいいんですか？行ってらっしゃいませ。なんだか元気がないみたいだけど、どうかしたの？別に、何でもありませんよ。ただ、して…というか、こういう日の当たらない場所が少し苦手なだけです。そんなこと初めて知ったわ。自分の弱点を進んで話す人はいないと思います。ま、それもそうよね。はあ、できればここには来たくなかったのですので。
へえ。ほらね。何黙って見てるんだよ。こっちに来て座りなよ。結構よ。座る理由がないわ。そう言うなよ。あんたには貸しがあったはずだろ。どうだい、格の上がった酒はうまかったかい。それには感謝してるわ。こいつは今私たちに絡まれると困るんだよ。地上で何か面白いこと企んでいるみたいだからさ。企むだなんて人聞きが悪いですね。まあ、あんたが何を企んでいようと知ったことじゃないが、貸しを返す程度には付き合ってくれてもいいんじゃないか。そうそう、付き合ってくれるなら私たちもむやみに邪魔したりしないし。今日はとことん飲んでいきなよ。わかったわよ。そうこなくっちゃ。おーい店員、今日はもう店を閉めろ。この3人が揃ったら商売にはならないからね。まったく仕方がないわね。おや、こんなところで奇遇だね。せっかくだから見ていってくれよ。に鍛冶屋ができたのですね。普通の鍛冶屋と違ってアクセサリーやジュエリーなんかも作ってますよ。さすがは女性の鍛冶師、一味違いますね。ありがとうございます。ですが実際に鍛冶をしてるのはこっちにいる雲山なんです。実は彼、カリスマジュエリーアーティストとしての一面も持っているんですよ。なんとこのようにキュートで繊細なアクセサリーをこのお方は。人は、いえ妖怪は見かけによりませんね。あなたは地上の今泉影郎です。気になる素材があれば買っていってくださいね。私には動物を導く力があります。ズバリあなたを導いてあげましょう。何ですか突然。まずは店の入り口に観葉植物を置いて、店の前には打ち水をするのです。そうすれば金運が上昇して商売も繁盛します。間違いありません。これが風水の力です。それが導きなんですか。はい、あなたの顔には商売がうまくいっていない層が出ていましたからね。特に困ってはいませんし、導かなくていいので。では導き料として1億万円いただきますね。ローンでも構いませんよ。ただの押し売りじゃないですか。冗談ですよ。仙人なら風水ぐらい扱えて当然というところをお見せしたかっただけです。